ネバーランドのモンシカモアバレーランチはカリフォルニア州サンタバーバラ郡の開発された土地である。かつてはネバーランドランチという名称で1988年から2005年までマイケル・ジャクソンの自宅兼プライベート遊園地だったことで知られている。もともとはザカラ・デラスランチという名前だったが1981年に不動産開発業者のウィリアム・ボーンが購入した後 しかも暴れランチに変更された。1988年にジャクソンに売却され、彼はピーターパンの物語に出てくる架空の島ネバーランドにちなんでネバーランドランチに名前を変更した。ジャクソンが初めてこの牧場を訪れたのは1983年にせいせいせいのビデオ撮影中にここに滞在していたポールマッカートニーを訪ねたのがきっかけだった。 ラトーヤ・ジャクソンによれば、それ以来、マイケルはいつか、ここを所有したいと興味を示していたという。ネバーランドは、ロス・オリボスの街の北約 8km、サン・タイネズの街の北約 13km に位置し、ロス・パドレス国有林の端にある。西には、チェンバーリンランチがあり、北には、ラ・ラグーナランチがある。サンタバーバラ軍の評価官事務所によると、ネバーランドの面積は、 約2700ーカーである。2020年現在、ネバーランドは、コロニーキャピタルとマイケル・ジャクソンの遺産管理財団が共同所有しており、売却のために開園と閉園を繰り返している。コロニー社は投資家の隠れ家として利用したり、セレブをもてなすために利用していると報じられている。同年12月24日には投資家のロナルド・バークルが、 ネバーランドを2200万ドルで購入することが発表された。1981年に不動産開発業者のウィリアム・ボーンが購入した時、ここはザカラ・デラス・ランチと呼ばれていた。ボーンはシカモ・アバレー・ランチと改名し、家族と共にこの地に移り住んだ。ボーンは建築家のローバート・アルテバースに主要な建物の設計を依頼し、二人は2年半をかけて、 建物の設計を練った。1万3000平方フィートの母屋は、アルテバースの設計に基づいて1982年に完成した。庭園、石造りの橋、5フィートの滝のある4エーカーの湖もあった。ボーンは後に、この家を建てる際に、15年間の家造りの経験から学んだことをすべて表現したいという思いがあった。私はここで、 ビジネスでやりたかったができなかったことをすべて達成した、と語った。彼はここに、ゴルフ場を開設することも検討したが、実施しなかった。ネバーランド内の鉄道駅、キャサリン駅と、駅前の花時計ジャクソンは1988年に、ボーンからこの土地を購入した。購入額は明かされていないが、推定では1950万ドルとも3000万ドルとも、言われる。 この不動産は当初、プライバシーを考慮して、ジャクソンの弁護士、ジョン・ブランカと彼の会計士マーシャルゲル・バンドを受託者とする信託によって購入された。1988年4月に、ジャクソンがこの取り決めを取り消し、彼が直接の所有者となった。ここは、ジャクソンの自宅であると同時に、多数の彫刻のある庭園やペットの動物を飼う。 動物園があるプライベートな遊園地でもあった。敷地内には三つの鉄道があった。一つは、ネバーランドバレー鉄道と名付けられた、期間3フィートの狂気で、母の名を冠してキャサリンと名付けられた、蒸気機関車と二両の客車を走らせていた。二つ目は、機関2フィートの狂気で、チャンスライド車製の CP ハンティントンのレプリカ機関車を走らせていた。三つ目は、 ジャクソンが自分の子供のプリンス、パリス、ブランケットのために購入した特注の電車である。この列車は2001年にドイツのアレクトロモーブルテクニック社が製造したものである。この列車は母屋の裏にあるヤードに設置され100フィートの線路を走行していた。観覧車、メリーゴーラウンド、ジッパー、オクトパス、海賊船、回転ブランコ、スーパースライド、 ジェットコースター、バンパーカーなどの遊具もあった。ネバーランドでは、1991年に、エリザベス・テイラーとラリー・フォーテンスキーの結婚式、1993年に、オプラ・ウィンフリーによるジャクソンの生インタビューが行われ、1995年には、ジャクソンと当時結婚していたリサマリー・プレスリーが、世界中の子供たちを招いたイベントが行われた。2003年には、 ジャクソンの自動性的虐待疑惑により、ネバーランドも警察官による捜索を受けた。ジャクソンはすべての容疑に対して無罪を勝ち取った。しかし、ジャクソンはもはやここを家とは考えておらず、二度とこの土地にはすまないと述べ、ネバーランドに戻ることはなかった。マイケル・ジャクソンの姉のラトーヤは2012年の回顧録スターティングオーバーの中で、 兄の裁判中にネバーランドに滞在した経験を綴っている。2006年には施設は閉鎖され、スタッフのほとんどが解雇された。ジャクソンの広報担当者は、これはジャクソンがもはやそこに住んでいないためだと述べた。ネバーランドは、ジャクソンに対する児童虐待疑惑の中心的な役割を果たしており、ジャクソンに対する告発者が、ここで性的虐待が行われたと証言している。 主要な場所の一つである。ネバーランドと性的虐待疑惑との関連性は、ネバーランドの価値が大幅に低下した理由である、可能性があるとされている。2007年10月22日、ネバーランドに対する差し押さえ手続きの報告が発表された。ジャクソンの広報担当者によると、ローンの借り換えが行われているだけで、ジャクソンはネバーランドの87.5%を法的に、 保有していいいることとに変わりはないというかつての動物園の建物2008年2月2日、ジャクソンは受託者であるファイナンシャルタイトル社から3月19日までに2452万5906.61ドルを完済しなければ土地、建物、遊具、列車、美術品などを競売にかけるとの連絡を受けた。2008年3月13日、 ジャクソンの弁護士エルロンデール・マクミランは、ジャクソンの所有権を守るために、民間投資グループのフォートレス・インベストメントと、指摘合意に達したと発表した。契約前には、ジャクソンは3ヶ月分の滞納金を売っていた。マクミランは、取引の詳細を明らかにしなかった。2008年5月12日、トム・バラックが経営する投資会社コロニーキャピタルが、デフォルト状態にある。 ネバーランドのローンを購入し、差し押さえ競売が中止された。売却価格は2250万ドルだった。ジャクソンはプレスリリースの中でネバーランドランチに関わる最近の動きに満足しており、私は将来に集中できるようにネバーランドやその他の事項についてコロニーやトムバラックと話し合っていると述べている。2008年11月10日、 ジャクソンは所有権を、しかもアバレエランチカンパニー LLC に譲渡し、遊具をトラックで運び出すなどの敷地内での活動が、近隣住民から報告された。しかもは、バレエランチは、ジャクソンとコロニーキャピタルの関連会社との合弁企業であり、ジャクソンはまだここを所有していたが、所有権は不明であった。サンタバーバラ軍の査定官事務所は、ジャクソンが、 所有権の一部を3500万ドルで売却したと述べている。しかし、その後の報道によると、コロニーキャピタルは、この不動産に2250万ドルしか投資していなかったという。いずれにしても、信頼できる情報源によれば、コロニー社が大多数を所有していることが示されている。コロニー社のプロジェクトマネージャーのカイル・フォーサイスは、チューダー様式の建物とサバンナのような草原を、 英国のカントリーマナーとケニアの出会いと表現している。最終的にコロニー社はネバーランドを丸ごと売却したいと考えている。フォーサイスは分割して売却すると雰囲気が壊れてしまうだろうと言っている。2009年以降、サクラメントで開かれるカリフォルニアステートフェアではネバーランドにあった遊具の一部が設置され目玉アトラクションとなっている。ジャクソンの死後すぐに ネバーランドの入り口の前に仮設の追悼碑が設置され多くのファンが訪れた。マイケル・ジャクソンの死後、ジャクソンの家族はネバーランドに彼を埋葬し、グレースランドがエルビス・プレスリーのファンの聖地となったようにネバーランドをマイケル・ジャクソンのファンの聖地にするつもりだと主張したという報道が2009年6月28日から29日にかけてあった。 彼の父のジョセフ・ジャクソンは後にこの報道を否定した。7月1日には建設機械や庭師たちが敷地内に入り、ジャクソンの死に関連した何かの準備が行われているのではないかとの憶測を呼んだが、地元当局者は所有者が軍や州政府から許可を取らなければ埋葬は許可されないと述べている。ジャクソンの2002年の遺言により、彼の全財産は 家族信託に譲渡されている。2009年7月2日、ジャーメイン・ジャクソンが情報、ニュース番組、トゥデイのマットラウアーを連れて、おもやの中を取材させ、ラリーキングライブのためにおもやでインタビューを受けた。2013年1月、歌手のレディ・ガガは、ジャクソンの子供たちがネバーランドを維持するために、不動産に投資することで協力する意思のあることを表明した。 遊具が撤去された後のネバーランドの航空写真2009年には遊園地の乗り物や動物園はなくなり代わりに枯れ山水の庭やマイケル・ジャクソンの好きなピーターパンで飾られた区画が設置された2015年5月にはネバーランドランチがシカモアバレーランチに改名され1億ドルで売りに出されることが発表されたその頃までにコロニーノーススターは 同地の大規模な改修を完了していた。ファンを含む多くの人々がこの決定に抗議し反対した。マイケルの兄のジャーメイン・ジャクソンはコロニーノーススターに対し彼らの決定に不同意であることを表明する公開状を送った。2016年5月の時点でジャクソンの遺産管理財団とコロニーノーススターが共同で所有していた2698エーカーの土地は サザビーズインターナショナルリアルティによって1億ドルの定時価格で販売されていた。この価格には12,598平方フィートのベッドルームが6室のノルマンディースタイルの邸宅、滝のある4エーカーの湖、プールハウス、3つのゲストハウス、テニスコート、5,500平方フィートの映画館とステージが含まれていた。また、鉄道駅と線路も含まれていた。 タイム氏によると所有者は特にあの箇所のための博物館にするつもりのない買い手を探していたという。誰からも関心を持たれなかったため2017年2月には希望価格は6700万ドルまで下落していた。動物件は2018年初頭にコールドウェルバンカーから同じ価格で売りに出されていた。2019年2月。 提示価格は3100万ドルに引き下げられ、2015年の当初の提示価格1億ドルを6900万ドル下回った。リスティングエージェントによると価格以外は何も変わっていないという。敷地内の構造物や造園は現在も維持されている。2020年12月24日、マイケル・ジャクソンと進行があった投資家のロナルド・バークルが ネバーランドを2200万ドルで購入することに合意したことを自身の広報を通じて発表した。ありがとうございます。